こんにちは、写真家の和歌子ジェットです。この度はたくさんのご応募を誠にありがとうございました。それでは公表を始めていきたいと思います。まずは一般の部からコメントしたいと思います。銀賞メニメニピーポー、黒川きなりさんの作品になります。結構な大雨の日にね、撮影されたものだと思います。まず私はメニメニピーポーというキャッチーなタイトル名に惹かれてしまいました。青色に染めたクールな街中に多くの傘を差しながら行き交う人々の姿をですね、数多く撮影したうちの一枚だというのが伝わります。臨場感もありますね。はい、雨の日だからこそ撮れる地面のね、夜光の光の反射も綺麗に再現できていて、とても印象的です。雨の日のような視界の悪い日でも思わず光を求めて綺麗なね、景色を求めたくなる。そんなこう人の心をね、動かしてしまうような素敵な作品に仕上がっていると思います。はい、続きましてですね、同賞祭り自宅、安藤博之さんの作品に行きたいと思います。窓の先には反射したピーカンの空と、部屋の中にある遺影写真がうっすら映り込んでいて、今を切り取るというね、意味において考えさせられる作品だと思います。まあ、大切な祭りがあるということで準備をされている最中だと思うんですけど、この晴天のね、晴れた日に窓を持ち上げようとしている、光景の写真です。被写体たちの、配置バランスもいいですね。はい、続きまして、同賞彼女の事情、中村勲さんです。こちらはお子さんの日常生活を記録したものでしょうか。本来ならカメラ目線の笑顔の写真を撮る方が多いんですけど、作者の優しいお子さんを見つめている眼差しが伝わってくるシリーズだと思います。友達と遊びたい欲望とか気持ちが現れていて、現代のその心情がストレートに映し出されている作品だと思います。同賞カラフルレディ、中村明夫さんの作品に行きたいと思います。複数名のカラフルな女性たちがカメラに向かって笑顔で迫ってくるかのような、インパクトのある作品です。気持ちのいい青空を背景に、女性たちの笑顔はどこまでもね、微笑ましく、こちらまで元気になれるパワフルな作品だと思います。同賞私、今川美佐子さんの作品に行きたいと思います。こちらはストレートな自身を切り取ったものではなく、作り込んだね、メイクアフォトの作品になってますね。被写体はアーティスティックな方でしょうか、娘さんでしょうか。いい感じに擦れた壁を背景に、絵の具がたっぷりついた使用感のある洋服を着ていたり、顔の描かれている手ぬぐいをモチーフにですね、お顔位置であえてポーズをして撮っている作品ですね。何気ない日常生活の一部を撮影されたと思うんですけど、まあ今だからこそね、撮れた作品だと思いますので、非常にこう今を切り取るという意味において良かったと思います。シンプルにまとまっています。はい、続きまして、同賞帰り道、杉岡恒久さんの作品に行きたいと思います。風景も背景の一部に切り取った作品は見ていてとても癒されます。自然もいっぱいですね。女性の方がね、2人仲良く左から右にね、散歩道を歩いている、そんな印象を受けました。ところどころに赤く染まった葉っぱも緑の差し色となっていて、全体の色バランスがね、非常によくまとまっていて、視線の流れも左から右へと流れていく気持ちのいい作品です。はい、一般の部の公表は以上となります。はい、続きまして、高校生の部の公表に行きたいと思います。高校生の部、銀賞コントラストダンシング、橋村ゆずきさんの作品です。暖色と寒色の対比色のね、組み合わせの背景に、風に向かい空気に舞った友人たちの動きをシルエット調にてね、表現したものですね。
こちら友達とねコミュニケーションを取りながらシルエット上にシンプルにね、まとめた、まあ、風を味方にした作品でもありまして、とても印象的な作品に仕上がっていると思います。はい、続きまして、同書、もしも不思議な世界に迷い込んでしまったら、三月ゆめかさんの作品となります。とてもユーモアな、ね、作品に仕上がっていると思います。いろいろな、ね、手法を使ってさまざまな角度から捉えている様子が伝わってきます。ストーリーが、ね、こう一枚一枚広がっていて、こちらも見ていて一枚一枚は惹かれますし、あとこの3枚構成それぞれのシチュエーションがあると思うんですけれども、三月さんが作戦を練られただけあって、こちらも一枚一枚楽しく見ることができました。被写体の表情もとても豊かで、ノリノリにさせるその撮影者のコミュニケーション力のね高さにも圧倒された作品です。はい、続きまして、同書、過疎、森瑞希さんの作品に行きたいと思います。お化粧している姿と元の姿を写し取ったものでしょうか。思い切ったフレーミングで気持ちのいい2枚構成の作品ですね。モノクロで再現されたことにより、いろいろなことをね想像できる楽しさがね、伝わってくる作品だと思います。はい、同書、気配、坂田あずみさんの作品に行きたいと思います。こちら4枚の組写真となってまして、静寂感漂うねモチーフの組み合わせが多くて、今を切り取るという意味において、まあ慎重にね、まあ日々を考え過ごされているというのがね伝わってきます。またね黒いところですとか陰影の影がこう落ちてるあたりですとか、そのあたりもねとてもこうムード感が漂っていて、気配というテーマにとてもふさわしい作品組み合わせになっていると思います。最後のねこの蛇が現れるシーンが続々とするね終わり方になっていて、こちらまで気配を感じられるかのような、まあ、緊張感を持って日々過ごしていこうかなと、思える作品だと思います。はい、高校生の部の好評を、以上終えたいと思います。ありがとうございました。今回ね昨今のいろんな条件の中で、今を切り取るどういったテーマを取ればいいのかなっていうことで、皆さん常にねいろんなことに、自分自身が向き合いながら生活を過ごされているっていうのもね伝わりました。まあ、いろんなモチーフがありましたけれども、身の回りで撮れるものを、ね、模索しながら今一度自分の在り方ですとかそういったものも見つめ直されたのではないかなと、作品を見て思いました。まあ、しばらくね写真を撮られてなかった方もいらっしゃったと思うんですけれども、今回まあ、いろんな題材のテーマの作品を見せていただいて、自分のね在り方を見つめ直すとともにですね、まあ、今後どう写真とともに過ごしていったらいいのか、そのあたりもですね、次回の作品をねまた楽しみに待ちながらですねお待ちしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この度は、素晴らしい作品をありがとうございました。